ヒカ君はおやつが欲しいときにこのソファーに上がってきます。ピカ、おやつ欲しい？おやついる？小さいね、ソファーね。足落ちとるね。戻したか。待てよ。よだれが、この音はよだれがポタ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 、よし。はい、どうも皆さん、もうすぐ5月ということで、やつの季節が近づいております。この前ね、狂犬病の注射を打ちに行ったついでにですね、そのお薬をもらってきました。ピカソちゃん、なんかね、今回はなんかこんなやつですね。なんて書いてある？これがね、また高いのよね、ピカ君。これが、これでですよ。これ一つでですよ。2500円しましたからね。いやー、高い。言っとくか。ね。もう言っときますか、ピカ君。よいしょ。開けました、今。これ普通に食べればいいのかな。落ちちゃった。ちょっと待って待って。落ちちゃった。はい、座れ。お手。これ欲しい。これ薬やで、ピカ。欲しいの。え、しゃべれ。はい、こっち。はい、座れ。あ、いい子。あ、伏せは。薬にテンションが。おっと、サービスがいいですね。はい、ぐるん。え、ぐるん。はい、ぐるん。オッケーじゃないな。はい、伏せは。よし。はい、バーン。いや、違う、それ違う。バーン。そう。あ、違う。え、ぐるん。こっち。あ、取られちゃった。まあいいか。本当に好きあらばお前は。お口直ししときますか。もう一回見せて、ピカ。はい、伏せは。伏せて、ピカ。違うよ。はい、ぐるーん。あ、ぐるーん。そう。よし。さあ、ピカ。いつものやつ。か。さっきね、本当にいたんですよ。蚊から分かりませんけど、なんか虫みたいなのがね。蚊。なんでティッシュ、お前は。出せ。なぜ興奮していたずらをするというね。